中国科学技術大学は、安徽省合皮市に本部を置く、中華人民共和国の国立大学である。1958年に設置された、大学の略称は、中国科大。中国大陸の副部級大学の一つであり、国家重点実験室を所有している。985皇帝、211校帝、総一流の生院校にして、創立の始めより、 国家重点大学として分類されてきた。中国大陸の大学としては国際的に比較的によく知られている。卒業生が海外留学する比率は中国大陸の大学の中で近く上位の座を保持してきた。また歴史的影響と資金的な制約から大学側はアメリカのカリフォルニア工科大学をモデルに自然科学研究に焦点を置いた。 小粒でもキラリと光る研究型大学を目指していると公言してきた。千万ナブ森、花ら甲羅諸々の科学者の提言により、1958年に北京市内に開設された。設立のきっかけとなった当時の主導部の目論みは、中国共産党の推進する原子爆弾、水素爆弾、人工衛星の開発事業を遂行するための人材を育成することにあった。 創立当時のキャンパスは、北京市局線路の中国共産党、中央党構内に存在した。初大学長は当時中国科学院院長の任に、あった、各松弱が金、超忠修行、千万部森、花良子、各ひさし、懐らがそれぞれ近代物理系、近代力学系、数学系、科学物理系などの主任を担当し、また自ら講義を行った。 1949年以降絶え間ない中国共産党主導による一連の政治運動の最高潮としてとう,とう指導した文化大革命は公式には1966年に勃発したとされている。文革が来たした混乱の最なかで多大な被害をこむった中国科学技術大学は1970年には北京を追われることとなった。河南省南洋市で召喚部に 食料の確保を理由に強く反対されて事実上追い出され、それに対し、隣の暗記賞には比較的に順調に受け入れられ、暗記賞やスケイジを転々とした後、最終的に暗記賞のショートである合皮紙に落ち着いた。この移転の過程で、図書、機材、教員の大半が失われる羽目になったという。文化大革命終了後の1978年に、 元はたるじが、学長に就任し、世界の学府を作り、天下の英才を育てるという見学の理念、そして教育の目標を掲げた。これにより大学は上記を離れた過去12年に別れを告げた。東昌平の指示の下大学は1978年に、少年半なる特別クラスを設置した。1983年、中国大陸で初めて18人に、 博士の学位が授与された時、うち6人は中国科学技術大学出身の大学院生であった。また自然科学分野のみならず、1980年代には社会科学方面における言論でたびたび知名度を上げた。ありがとうございます。